どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。新横浜大魔神横浜新大魔神伝説2ですね。今回はじゃあまあとりあえず交友関係をね、極めていきたい。どうしようかな。せっかくの先輩とちょっと行きましょう。ゴメスさん行きましょう。じゃあちょっとどうしようかな。一緒食事行こうと。うん、今日よろしくお願いしますという感じでね。多分まあ抑え出るのかな。出ればいいですけどね。じゃあなりきりプレイで行ってきましょう。阪神、まあ出番ないならないでねいいんですけど、最悪まあどんどんなんか中継ぎでもなんか活躍できればなーぐらいな感じなんでね。ああとりあえずなんか回数こなせればいいかな。やっぱルーキーは頑張っていきたいと思います。さあ阪神は現在連敗中。おっとでもいい感じに点差が縮まってと思った。おおマジか、抑え来るんじゃないかこれ。行きましょうか。ちょうどね、前回、セーブを決めることができましたんで、今回もしっかりちょっと連続です、決めていこうじゃないの。セーブいきなりこんな1点差でなんかいい感じのリードもらっちゃっていいんだ。ありがたい限りですけどね。じゃあ頑張りますよ。ほい、オッケー、いいよ。今日も球走ってるよ、しっかり。外角ボール球、あさすがに振ってこないかな。じゃあとどめのフォーク、外角、よっしゃい、まず三振1つ。お、亮太さん代打、やべえな。代打丸とか持ってたよね確か。そう、なんかだった気がすんだよ確か。うい、ちょ怖いな。じゃあスライダーで低め低めに、うい、キャッチャーキャッチャー、あー切れたか。うん、じゃあストレート高めでね、ちょっとボール球を。なあ、さすがに振ってこないか。まあそりゃそうだよな、肋骨だもん。よっしゃ、とどめのフォーク。お、糸井さん、うわーもうなんかちょっと、まあ対左に弱い選手が多くて、いえー切ったぜ。よっしゃ、今日もセーブいただきました。いいね、綺麗に3人ぴったり抑えて、いやーよかった。いい登板でしたね今回も。なかなか勝利投手は須田と、須田選手ありがとうございます。よっしゃよっしゃ、こっちは、もうね、登板2セーブ目と。まだ無敗なのがいいね、公式戦で。うい、パーフェクトじゃない、完璧な投球、ありがとうございます。3試合連続パーフェクト、おお嬉しいね。はい、チームは4連勝、今調子流れ来てるよ。球速をねガンガン上げていきたいんだよね。そしてファンが1000人を突破したかな、超えましたね1001。実力が、テスト、マジか。ほう、なるほど、ミッションスタート、何でしょう。チームの守護神が発生しました。わかりました。じゃあちょっとミッションリスト。どれ？期間中に登板した全試合を無失点に抑え。なるほど。残り3試合を、無失点で抑えると。頑張りましょう。じゃあちょっとまた飯行こうかな。ちょっと、本当に、ゴメスさんにはちょっと仲良くしてもらおう。はい、よろしくお願いします。食事に誘う。食事に誘うって言ったら、なんか先輩がおごってくれそうなんだけど、また。じゃあ行きましょうか。試合、なりきりプレイ。抑えたからそんなに体力は消費しないんだよね。テンポよく抑えられればいいんですけど。まあ、そんな3球で片付けられるなんて、そんなプロは甘くないですから。行きましょうか、阪神。今回3回戦ですね。行きましょう。さあ、0-0 でいい勝負だけど。あーっしゃ !2 点あ、いってこれ来るぞ、登板。あ、どうだ ?9 回表あ、あるよし、行きましょう。また1点差かよ。おいおいおい。怖いな、これで。しかもこれ多分1番からでしょ？やっぱりそうだよ、糸井さんだから。怖えな。もうちょっとまさかの2試合連続登板。ギリギリ1点差っていうのがまた怖いな。じゃあ内角、フォーク。フォークがね、もう武器なんですよ、完全に。あ、北条選手。この間サクサクセスで作成しましたね。まあちょっとどっちが先になるかわかんないんですけど、この動画が先になるか。多分サクサクセスの方が先かなと思う。わっしゃい。お、高山俊選手。これはね、ヤクルトにとってある意味因縁の選手ですからね。まあね、ドラフトの事件から。今となっても笑い草ですけど、当時は正直笑えなかったもんね、あのミスは。みたいな。もう、全国のヤクルトファンがため息に包まれたあの事件ですよ。ほい。よっしゃ、スライダーで決めたぜ、三振。いいじゃん。いやいやいや、やっぱフォークはね、偉大だね。いただきました。あ、また須田康太選手、2試合連続勝利投手、かつ2試合連続セーブとか、3試合連続かな、下手すよ。もうなんか、須田すげえ、調子いいな。イェイ、3セーブ目いただきました。
へい、完璧な投球ありがとうございます。4試合連続パーフェクト、いいよ。そしてまだね、どんどんちょっとこれから体力もまだありそうだな。だオールのおごりありがとうございます。ぜひ行きましょう、よろしくお願いしますよ。うん、おごってもらった。はい、疲れが取れる。いや、ありがたいですね。人の金で食う飯はうめえ、なんつって。夜はヤクルト戦か、どうしようかな。じゃあちょっと、交友関係をね、今回は重視していきたいな。どうしよう。ゴメスさん、もう一回飯連れててください。一緒に食事誘う。はい。よろしくお願いします。さあ、そして、行きましょうか。じゃあ、ヤクルト戦。なりきりプレイ。うん、チームは5連勝中。もうこの勢いで行きましょうよ。伊野さん先発。絶好調だってな。どうなんだろう、複雑だよね。ヤクルトファンとしてはやっぱりこう、なんか打ってほしい感もあるんで、ゼロで抑えられたらそれはそれで複雑っていうか。それじゃあ行きましょう。今回は、あ、でも、また投手戦？おお、あ、これ飛ばねえな。情けですね、それはそう。だまあ、まあ、完投勝利おめでとうございます。まあ、その7点もありゃね、投げるよ、最後まで。今日は登板ありませんでしたね。うわ、ライアン1勝2敗か。うわ、ライアンでちょっと4、7、お、黒本さん、ぜひ行きましょう。はい。こういうリストどんどん広がってきますね。意外とこれ1試合登板しないだけで結構体力使わないから、いいですよね。それじゃあ、使わないとか回復するんで、まあ、中継ぎを休ませ、中継ぎってか、本当になんていうか、そのブルペンを休ませるっていう意味が、ありますよね。そう考えると大きいというか。じゃあ行きましょう。さあ、ヤクルト戦。DNA、ああ、1対1。これはあるぞ、登板もしかしたら。1点ビハインドのまま行きました。秋吉さんが締めたか、最後。まあ、ちょっとこれは残念でしたという感じで。なるほど、タイムリーヒット。なるほど、なるほど。まあちょっと残念ながら負けてしまいました。でも、なんか今の秋吉さんの成績見た感じ、いい感じになんか本当に、今3セーブって結構いいんじゃない？考えてみれば。じゃあ電話行きましょう。ゴメスさん、また飯おごってください。すごい飯連れてってもらう。毎日行くからね。迷惑だろうな、向こうも。ああ。じゃあ行きましょう。はい。4月16日。行きましょう。じゃあ試合、また、デーゲーム。どうだろうな。ナルセ先発か。ちょっと、どうなるか分かりませんな。これまた。成績は残したいよ。こちらとしては。やっぱり一つでも登板してね。二桁セーブ上げたいな。少なからず。今3セーブだからペース的に、おいいぞ。あ、1点。あ、これはあるかも。行きましょう。登板あるよ。来た。1点差。登板します。コシシケイゴ。4試合投げて現在3セーブ。まあ、1試合は中継ぎというか、2回を、まあ、中継ぎ登板だったからね、確かあれは。ほい。よしよしよし。ヤクルトの初登板だけど大丈夫かこれ。スライダーでちょっと、外角へから内角へ。よっしゃー！いや、振ってくれたのがありがたい。さあ、そして坂口さん、これもちょっと片付けさせてもらおうか。おい。おい、ストライク。じゃあ、外角高め。外角怖いか。よっしゃ、オッケー、見逃してくれた。じゃあ、これ内角、えぐるフォーク。打ってくれた。ファーストゴロ。これは一人いける。うい。よしよしよし。さあ、それじゃあラスト。うい、やばい。ちょっと首位打者相手には怖いな。アベレージヒッターってのが怖いですよね。やっぱ後続には回したくない。絶対3番山田テストだから。まあ、見てなかったんですけどさ、さっきちょっと、その打順に関しては。でも多分パターン的にはそうでしょう。なんで、よっしゃ。うい、マジか。しょうがない。じゃあ、スライダーで。高めのスライダー。ああ、やばい、甘い！うーい。じゃあ、ちょっと、ボール球を一球投げてもいいんじゃない？ほい。あ、さすがに振ってこないか。じゃあ、殿下の宝刀、フォーク、そい。よっしゃー！今日もセーブ上げたぜ。いやー、いいね。よっしゃ、4セーブ目上げました。しかも今日も勝ち越し。うん、今日思ってが、今回のヤクルト戦、3勝2敗で。やったぜ。あ、3勝2敗じゃねえ。1勝、ん ?2 勝1敗か。はい、いただきました。やったぜ。はい、抑えとしてはいいんじゃない？完璧な投球。もしあれ、じゃ、多分これ、ミッションは次でしょ。次の試合、次の登板でゼロで抑えれば、もらえるんだろうな。平田さん、ぜひ行きましょう。よろしくお願いします。はい、こういうリスト、ガンガン広く。なんか、以前の、なんだろう、やつとく、なんか前が、なんか、パープル2014だったかな。その前、それぐらいか。それぐらいにやった時のね、マイライフより、なんとなく、
あの、お、なんか多いな、みたいな、ちょっとその、交友リストの広がり方が。気のせいでしょうか。人によって違ったりするのかな、もしかして。まあいいや。それとも僕はあんま気にしてなかったからかもしれないですけどね。じゃあ移動ですね。で、夜はフリー。広島か。じゃあちょっと、お出かけ、広島なんかあるかなと。ラーメン、焼肉行ってみようか。多分スタミナとか上がるんじゃない？はい、焼肉、高っ！高そうな店だな。俺もうちょっとなんかほんのりパワー型。なるほど。まあ、いっか。うん、スタミナ経験値。まあ大事だね。回復も大事だ。確かに。じゃあ行きましょう。広島。はい。4月の18日。で、じゃあとりあえず、交友で、電話で、ひたすらちょっと、はい。ゴメスさんにすり寄るっていう。めちゃくちゃ。はい。すいませんね。毎度毎度、疲れが取れたと。評価上げちゃう。さあ行きましょう。夜。なんかこういう、ナイトゲームの球場っていいよねっていう。行きましょう。いや、今度も負けらんないよ。今回も、俺、守護神としてのね、立ち位置が、かかってますから、こちらとしては。無失点で抑えなきゃいけないんだよ、なんとしても。行きましょう。2-2 のいい試合だね。これ、あるぞ、登板 2点ぐらいだったら。行きましょう。9回裏守備。さあ、これを抑えたら、もうちょっと、ミッションクリアだと。思います。頑張りましょう。星石敬吾。いやー、2点リード。今までは1点を争うあたりだから、ちょっとでも、まあちょっと気は楽だよね。ただやっぱりこのね、今年やっぱり、去年今年とね、やばい！うわ、マジか！広島調子いいですからね、変なことはできないですよ。さあ、相沢さん。ちょ、これゲッツーできたら最高。でもそんなうまい話があるか？ほい。オッケー。内角内角と、で、外角フォーク。よっしゃ、三振！テンポよく。代打、下鶴。おお、この間白滝さんの生放送いたときに、下鶴さんなんかすげえ活躍してた。よっしゃ。はい、じゃあ外角低め。そい、よっしゃ、三振いただきました。そして、あ、田中くまるの田中、あ、やばいな。このやっぱり上位打線の怖さね。よっしゃ、ファール切れたか。じゃあ一球低めのスライダー、ボール。打ってくだ。よっしゃ、サードゴロ。はい、生還。よっしゃ、ゼロで抑えた。危なかった。ランナー出したからちょっと危ういなと思ったんだけど。よし、勝ちました。筒香決勝ツーラン。そして私もちゃんとね、セーブ稼いでもありますよ。いけんじゃないこれ、2桁セーブぐらいなら。5セーブ目。今のところペースいいもん、かなり。すごい勢いでセーブ上げてる。はい。セーブ取ってくれてありがとうございます。はい、5試合連続セーブ。セーブ記念奪三振トロフィー。いろいろありがとうございます。うん、なかなかね、じゃ先発トロフィーは絶対ありえないから。まあでもトロフィーいろいろ。お、はい。希望する起用での、登板も考えていくと。ありがとうございます。責任は増すことになるとか期待してる。いえいえ、ありがとうございます。ミッションクリア。はい、チームの守護神になります。はい。始まり、おー、球速1キロ上がった。142キロかな、これで。今日は俺のおごりだ。おー、ぜひ行きましょう。はい。よろしくお願いします。いやー、美味しいなー。いいねー。いやもう、これはね、大型ルーキーどころの話じゃないですよ。すごい活躍してますから、我ながら。はい、すいません。ごめんさん、毎度毎度申し訳ないです。じゃあ、食事に行きましょう。たかりすぎ。毎食たかってるもんな、多分これ。3食たかってって言っておかしくないんじゃない？ 142 キロに上がって、なりきりプレイ。また6連戦ってのも大変だな。行きましょう。多分、広島からだから、あれかな、名古屋でやんのかな。まあ、横浜帰ってきてからやるって言ったらヘビーだぜ、かなり。じゃあ行きましょう。さあ、1対1の、またいい試合してんな、おい。あ、登板あるぞ、これ3点差だったら。行きましょう、登板ある。あ、来たー。9回裏の守備、入ります。越石敬吾、5セーブ目上げました。さあ、どんどん行きましょう、セーブをかけて。これ、率はこれ、あ、基本塁打率か。多分。防御率は 0.00 だけど、2軍の時に、てか、オープン戦で1回やらかしてるんで、1本。あれだな、多分。あれでちょっとプロのなんか厳しさを感じましたから。よっしゃー！いいとこ入った、スライダー三振。新井さん、マジか。最近なんかツイッターでなんかよくわかんないけど、新井さんクソコラグランプリっていう動画が流れてきたらちょっとクスって笑ってしまう俺がいる。ああいういじり方はでもいいのだろうか。まあまあでもうん、いいのかな。本人は分かってんだろうか。なんかああいういじられ方されてる。まあでもあれだけ結構出回ってるんだから有名っちゃ有名なんだなっていう。クソ出られた。ワンアウトランナー一塁、1点差。うわー、鈴木誠也やばい。あーっと、あ、これ、あ、俺、キョッキョッキョー。
ッケーオッケーオッケーオッケー、うわっ、おー、これでツーアウト。今ちょっと俺体が冷えた、今一瞬冷や汗で本当にヒヤッとしたわ。そっか、なりきりプレイだとわかんねえんだ、自分ではっきりちょっとやんないと。さあやばい、どうだ、よっしゃー、オッケー、今日もゼロ度なんとか抑えました。危なかった、でもちょっといろいろと、うん、7回を無四球被安打6に抑え勝利。ああ、いいね、しっかりと抑えました。いやいやいや、いいじゃないですか、2勝目、そして私6セーブやったぜ。しかも野村に初黒星を与えてやったぜ。はい、6試合連続セーブ、いいよ、今調子上がってますよ私。このペースでガンガンいきましょうか。はい、先発抑え、中継ぎもちろん抑えですよ。はい、考えておこう。いや、任せてくださいよ。4月20日。さあ、というわけでね、じゃあ次回は広島戦です。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。